どうも、セイラです。いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。今回の動画では、一見好かれそうに見えて、実は嫌われている人が何をしてしまっているのかというテーマで解説していこうと思います。あなたには、この人好きじゃないなっていうふうに思ってしまう人がいますか当然、 どんな人のことも大好きで嫌いな人なんて一人もいませんよなんて人はほぼいないと思いますし絶対に自分の周りにも一人人人人か二ぐらいいいはこの人嫌だなっていうううに思思がいると思うんですねそして同じように自分自身も他人から嫌われてしまっている可能性っていうのは十分にあるわけだしきっと今までに人間関係がうまくいかずに悩んでいたりとか人から避けられていることに落ち込んでしまったっていうことがある人も多いと思うんですね。 このように必ず人間関係において好かれる人と嫌われる人っていう問題は出てくるわけなんですけどそそれを分けてていいるものって実ははう多くはないんですよね今回の動画では一見人とワイワイ話しているように見えて陰では結構嫌われてしまっている人であったりとかせっかく人と仲が良くなっても徐々に関係を壊してしまいがちな人が一体普段から何をしているのかという内容について詳しく話していこうと思います。 この動画を見るだけで今まで自分が何気なくやってしまっていた人から嫌われていく言動っていうのがよく分かってそれを直していくために普段から何に気をつけていけばいいのかっていうのがわかると思います一気に自分の人間関係の問題が軽くなっていくと思いますので是非最後まで見て参考にしてみてくださいではまずどうして一見好かれそうな人が嫌われてしまうのかについて少し考えていきましょう 僕の周りにもめちゃくちゃ人と楽しく話せるし顔も広いんだけどでもなんだか人と深く関係を築くことはできていなくて陰でもあまりいい噂をされていないっていう人がいたりしますもしかしたらあなたも自分のありのままで話しているとどんどん関係が疎遠になっていくみたいな問題を感じたことがあるかもしれません実際僕は学生時代そういった問題に直面したんですよ 自分をありのまま出してとにかく何も意識せずに人と話していたら急に周りから避けられ始めて徐々に孤立してしまったみたいなそんなことがあったりしたんですよね当時はどうしていいか全く分からなくてとにかくこのままじゃダメだ一人になってしまうみたいな感じで思ってね自分を偽ったコミュニケーションっていうのを取るようになったんですよ。 全然行きたくない場所にも友達が行きたいって言ったらもちろん僕も行くよみたいな感じで無理してついて行ったりだとかやりたくない仕事を押し付けられても笑顔で受け入れたりとかってしてて、まあ、すごくね嫌いな人のことをねおだててごま吸ってみたいなそうやって仲間に入れてもらおうみたいなことをおっしてたりもしてたんですよねするとどんどん心が疲弊していって本当の自分の感情っていうのも分からなくなって夜になると猛烈な孤独や不安感が襲ってくるみたいなこともよくあったんですよね しかも、必死にみんなに会わせているのに、僕は全く周りから好かれている状態にはなっていなくて、別にあなた、いたいんだったらいてもいいよみたいな、それぐらいの存在にしかなれていなかったわけなんですね。全く周りから大事にはされていなかったし、なんなら昔で言う、おい、カレーパン買ってこいよ、うぃす、みたいな、だからそ,れそのぐらいの存在になってしまってたんですよね。完全に便利だから一緒にいるみたいな、そういった状態になってしまってたわけです。 一般的に一見好かれているように見える人っていうのは今僕が話したパターンと同じ状況になってしまってますなぜこのような状況になってしまうのかっていうとシンプルに与えらられるることを望んでいるからなんででいかなすね。当時の僕もそうなんですけどとにかく自分が好かれたいっていう思いが強い状態だったんですよ 自分が評価されるために自分が孤立しないために自分をよく見せて嫌われないように必死にコミュニケーションを取っていたわけですからねでも与えられることを望んでいる人って人のことを幸せにしようとか笑顔にしようっていうふうに思って行動することがないんですよだから周りからも大切にされなくなってしまうわけなんですよく起業して成功した人がビジネスの本質は与えることですよみたいなことを言ったりします お客さんから搾取するようなビジネスは長く続かないしうまくいっても恨みのエネルギーが大きすぎてその後の人生がむちゃくちゃになってしまったりします実際そういう状態になっている企業家とか元お金持ちっっていっぱいいぱますよね実際僕も自分の情報発信でのビジネスがうまくいき始めたタイミングって与えることに全エネルギーを投入したタイミングだったんですね 何のお金にもならならい you ですよ、ね、YouTube って1000人超えるまでは収益化一切できないので本当にこうめちゃくちゃ下積み期間が長いんですよねでもその YouTube にひたすら動画を毎日上げまくってメルマガに登録してくれた人の相談には全て載ってっていうことを全力でやってたんですよね、まあ、その当時はメンバーも少なかったからそうやってできたんですけど、まあ、今はね結構人数が多くなってきて一人一人に個別に返信って全然できていないんですけどでも当時はそれぐらい全部やってたんですよねすると どどんどんんん自自然とおお客さん自らがお金をを払うので口座を開いてくれませんかみたいなことを言ってきてくれ始めたりもしてそういう声に応えるように口座を開いてたらどんどんお客さんが来てくれるようになってお客さんとの関係性も良くなっていってみたいな感じでビジネスがうまくいき始めたんですね与える心が人の心に伝わって自然と信頼される存在になれていたわけなんですよビジネスでも人間関係でも根本にやるのは 奪う人よりも与える人が愛されていくっていう普遍のルールなんですね自分が好かれるためとか嫌われないための言動じゃなくて人が喜ぶためとか人をあげるためですよねえそういった言動を心がけていくこの意識が周りとの関係性をいいものにしていくわけなんですどんなに人と話すのが得意でも 打ち解けるのが早い会話力を持っていたとしてもその会話の中で相手を上げる発言ができないのであればその人の信頼残高っていうのはどんどん下がっていくんですね会話が上手いから人との関係が良くなるんじゃないんですよそうではなくて相手を尊重し与える心っていうものがあるからこそその関係性って良くなっていくんですね では、そういった相手を尊重し、与えられるようになるためには、普段何を意識していけばいいのか。それは、相手がしながった状態をイメージするっていうことです。しながった状態というのは、すなわち、その人の個性が良い,い方向に働いて、光り輝いているような状態のことです。例えるならば、毒舌な人って、それがブラックジョークという形で、人を笑顔にするような要素になることもあれば、 シンプルな悪口になってしまうこともありますよね。このように人はそれぞれ自分の個性を持っていて、その個性には因と陽があるわけなんですね。いい方向に働いているか、悪い方向に働いているかっていうことです。で、しなかった状態をイメージするっていうのは、この陽の部分ですよね。いい方向に個性が働いている状態をイメージしながら、この人が 自分の個性を生かして光り輝くために自分は何ができるだろうな自分はどんなお手伝いができるだろうなっていうふうに考えて自分の言動っていうものを変えていくっていうことですね例えば僕はよく人のことをいじるっていうこと、まあ、関西人なのでよくやるんですけど、まあ、そうやって会話を進めたりしている中でやっぱいじりっていうのも一歩間違えたらその相手を傷つけたりとかその周りの人たちが気まずくなってしまったりっていうようなそういった状態を作ってしまうものなんですよ なので僕は常にやっぱいじる対象の人がどういういじり方をされたら輝くかなとかどうやったらみんなと打ち解けれるかなっていうことは考えるようにしているんですよねもちろん百発百中成功するわけではなくて、えー、たまには相手を傷つけてしまってなんかごめんねみたいな感じのこともよくあるんですけどでもまあこうチャレンジしていくっていうことはしてるんですよよよりこの人が輝くためにはどうしたらいいかなみたいなことは考えていじるっていうことは意識しているんですね自分が満足したいから人をいじるっていうことはなるべくしないようにしているんですよ まあ自分のエネルギーが下がっちゃうとどうしてもやってしまう時があるから気をつけるっていうことはやってるんですけどあのとにかく大事にしてるのが相手が上がるようにするにはどうしたらいいかなっていうことは日々意識しているんですねそうやってとにかくその人が輝く方向に自分が手伝えることってないかなっていうふうに考えていくこれが大事なんですよもちろんそれを全て実行しなければならないわけではありませんそうではないんですけどこれを普段からイメージしているだけで 格段に人との接し方も与える意識っていうのも生まれてくるんですよね。なので、常にコミュニケーションにおいては、目の前の人がいかに輝けるような言動をとるかっていうことに意識を向けてほしいなと思います。 今感じているコミュニケーションの感覚が一気に変わると思いますのでえぜひですね相手を輝かせるっていうことを意識しながらコミュニケーションを取っていくっていうことをやってみてもらえたらなと思いますちなみに相手を輝かせるっていうのは究極の与え方になるわけなんですけど同時に自分自身も輝かせるっていうことはしていった方がいいわけなんですよね相手を輝かせようとしてるけど自分が全く輝いていないっていう状態ってなかなかちぐはぐじゃないですかななのののでやっっぱり自自自分分分ががことをを好きになってて輝かせていく番 科学する上でも大事なのでやっぱりとにかく自分を好きになっていく自分のことを知って自分のことを理解して自分の思いってどういうものなのかっていうことを知っていくっていうことをしてしっかりとまずは自分と向き合うっていうことをしていってほしいんですね。 で僕の LINE コラムでは2つ目のコラムで自分を好きになるための電子書籍っていうのを配っているんですよねそれを読むだけでどんどん今までの自分っていうのを愛するようになっていくんですよでこちらは完全無料で LINE コラムに参加するだけで受け取れるようになっていますのでぜひ動画説明欄から参加して受け取ってみてほしいなと思いますてことで今回の動画では一見好かれそうに見えて実は嫌われている人が何をしてしまっているのかというテーマで解説させていただきました 一見、好かれそうな人ってワイワイコミュニケーションが取れたり人当たりが良かったりするんだけどそこで人に与えるっていうことを忘れて自分の満足とか評価っていうのを得ようとしてしまっていると。 え結果は悪化していくんだよっていうことですよね、えー、そうならないために人に与えていこうねっていう話もさせていただきましたでその与え方としては何か物をあげたりするっていうよりはその人の輝いている姿をイメージして接していくっていうことが大事だよっていうことも話しましたのでぜひこれはどんな時でも大切な意識として自分の中に置いといてほしいなというふうに思いますみんなで周りの人をあげていくような存在になっていきましょう ということで今回の動画はこの辺で終わりにしようかなというふうに思うんですけどこのチャンネルでは自然体で愛される人になっていくための知識を人の心理とかパターンを分析するということをしながら解説しています僕の理想は自然体で周りから愛されながらもただ愛されるだけではなくて自分たちが関わる人たちを笑顔にしたり心を軽く仕上げられたりということができるようになっていく状態を目指しています 自分と自分の周りの人たちの笑顔を作っていけるような人をどんどん増やしていって、世の中から無駄な批判とか、暴言とか、そういうものに傷ついていく人を減らしていくのが目標です。そういうテーマを軸に僕はこれからもどんどん今回のような動画をアップしていきますので、僕たちの思いに共感したいよとか、一緒に進んでいきたいよっていうふうに思ってくれた方はぜひチャンネル登録をして仲間に入っていただけたらなと思います。ではでは、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。セラでした。ありがとうございました。